皆さんこんにちは、アリョーナです。今日はですね、最近 の皆さんのすごい関心のあるテーマについて話したいと思うんですけれどもはい、チャンネルの名前のことです。私最近ちょっとチャンネル名を書いてみたんですけれども、思った以上にですね、多分変えて 2,3 分後に皆さんが気づいてコメントで、あれ？チャンネル名変わったとか、漢字追加したねとか、そういうコメントをすごいたくさんいただいて、毎日たくさん の皆さんのコメントいただいてます。それは YouTube のチャンネルだけじゃなくて、最近作った Twitter とか、そこも漢字名にちゃんとしてるんですけれども、皆さんがね、キーボードの変換ができないのに、ちゃんと一文字一文字ずつ私の漢字名打ってくださるんですね。すごい、私が思った以上にみんなの反響を及んだよう で、最近はもう毎日ですね、アリョーナって何ですかとか、この漢字じゃなくてこういう漢字もいいかもしれないよとか、いろんなコメントいただいています。もともとはこういったような動画を撮る予定はなかったんですけれども、結構皆さんの関心があったようで、撮ることにしましたね。私のチャンネルってそもそも新しいので、なんか解明っていう大きな、すごい響きのある大きな言葉を使っていいかどうかわからないんですけれども、はい、解明というふうに言います。で、まずはチャンネルの名前を変えた理由について話したいと思うんですけれども、理由はなんと3つもあります。3つ多いですね順番に話していきます。で、1つ目はですね、私のチャンネル名ってもともと英文字しかなかったんですけれども、私は基本的に日本語で日本人の方向けにやっているので、何か日本語がないと寂しいなと実は最初からずっと思ってましたね。でもそれと同時に日本語だけにするのもなんかどうかなって思いつつもずっと悩んでましたねチャンネル名どうしようかな、どうしようかなってずっと悩んでたんですけど、思い切ってやはり、英文字も残しつつ自分 の漢字名も使おうと思って、そういうふうにちょっと書いてみました。それが理由の1つ目。で、2つ目の理由は、そうですね、最近の YouTube 内のアリョーナの多さっていう理由もありましたアリョーナが何人もいましたね。私もいますし、あとは、アシアの動画に出ているブロンドのアリョーナさんとか、あとは中国語が得意な新アリョーナさんとか、あとは北海道に住んでるアリョーナさんとかもいるんですけど、ちょっと区別ですね。皆さんが漢字名のアリョーナねとか、そういう風に覚えてくださればいいんじゃないかなって思って、アリョーナの区別ということで、やはりチャンネル名を変えたいなと思いましたね。そして3つ目の理由は、2番目とすごい近いんですけれども、少し自分の名前になんかユニークさっていうのが欲しかったんですね。もう私にしかない名前、世界に1個しかない名前っていうのをすごいつけたくて、今回はちょっと漢字名を加えてみました。はい、理由について話しました。で、次はですね、どうしてその漢字なのか。で、漢字は、安心の安に涼しいになるの名なんですけど、なんでその3つにしたかっていうことについてもちょっと解説したいんですけど、実は本当に理由があります。で、コメントでですね、皆さんから素敵な他の提案もたくさんいただきましたね。なんかこういう風にすればどうかとか、いろいろ他にもの提案はあったんですけれども、私はこの今チャンネル名になってる感じでなきゃダメだったんですけれども、そう、それには理由があります。実はこの名前はまだロシアに住んでる時に、あるすごくお世話になった方に付けてもらいました。私はまだ日本に来てない時は、自分の地元を出てサンクトペテルブルクっていう町に住んだんですけど、その時はサンクトペテルブルクで大学生だったんですね。で、自分の専門がドイツだったんですけど、別の学科のちょっと授業も出たりしていって、で、その中で知り合った日本人の日本語の先生の方がいました。で、ロシアって日本みたいになんか自分自身で授業選ぶ制度じゃなくて、日本の医学部のようになんかもう
授業は全部取り込まれていて、基本的に違う学科の授業行くことっていうのはあんまりなくて、すごいなんか申請して特別塗りあるからこの授業もぜひ出させてくださいとか、私のメインのコースに支障がないですとか、そういったような手続きをやっておかないと、実は別の学科の授業っていうのが取れないんですけど、私がすごく日本語を学びたかったので、日本語学科の授業のその申請をして通りました。で、その別の学科の授業通ってる中で知り合った日本人の先生がいたんですけれども、その方とすごい仲良くなって、その方が私につけてくださった名前です。で、その方がすごい私に日本語を教えてくださったりとか、日本の面白い話をしたりとか、私が日本に留学することを決めた時に私のことをものすごい応援したりとか、本当にすごくお世話になった方です。で、その方が考えてくださった感じなんです。で、実はその日の写真まで残ってるんですけれどもはい、こんな感じの写真です。で、その日は私は今でもすごい覚えています。それが2012年ですね。結構前のことなんですけれども、8年とか7年ぐらい経ってるんですけれども、今でもその日はすごい覚えていて、その漢字名をいただいたのはすごい嬉しかったです。なので YouTube 内では最近から使い始めたんですけれども、実はこのアリョーナっていう名前、漢字名ですね、結構前からありました。もうずっとね、私の心の中にもありました。で、実はですね、日本に来てからはその日本人の先生の方とはほとんど連絡ができず、今まだサンクトペテルブルクにいらっしゃるのか、日本に帰ってきたのかはちょっと私もわからないんですけれども、ずっと覚えていて、ずっと感謝していて、ずっとそのいただいた名前も大切にしたいなと思っています。なので皆さんが私が名前を更新してすぐに気づいたっていうのがものすっごい嬉しかったです結構皆さんの面白い指摘があったんですけれども、最初の漢字をこの安心の安にしていると韓国人の名前に見えるんですよっていうふうに言われたんですね。韓国人の名前に、一文字の韓国人の名前に二文字の下の名前っていう、韓国人女性の名前に見えるというふうに言われたんですけれども、考えてみれば確かにそうですよね。すごく面白い指摘だったんですけれども、私がいただいちゃった名前では最初の漢字は安心の安になったので、ちょっと変えられないんですね。もうなんか自分の頭の中でこの今チャンネルについてる名前っていうのがなんかもう自分です。本当になんか私にしかないユニークで大切な名前みたいな感じになっていって、もう変えることはなかなか難しいですが、皆さんのコメントがすごい面白く読みました。ちなみに本当に皆さんのコメントで面白い提案が本当に多かったので、少しだけ紹介したいと思うんですけれども、一つ目が最初の字だけを安心の安じゃなくてアジアの安に変えたバリエーションですね。で、それを挙げた方が確かに最初の字を安心の安にしてしまうと韓国人っぽい名前に見えるので、これでいかがでしょうか。そして二つ目は最初の字を愛に変えるっていうバリエーションもありましたね。これなかなか可愛くて、私個人的に結構好きでしたね。なんか愛をたくさん込めてるみたいなね。そして3つ目はですね、コメントもなかなか面白かったんですけれども、私からのプレゼント、アリョーナというコメントなんですね。で、その漢字は、まあ、あるに、与えるに、ヨナグニのナなんですね。これもなかなか想像力がすごいなと思って感動しました。なかなか私の発想ではね、思いつかなかった名前でしたね。で、もう1つ、4つ目なんですね。落ち着いている、良い幸せ者の成果が得られるという解説のコメントがあったんですけれども、まあ、安に良心の良に、なるっていう、ものすごい、なんでしょうね。偉そうな名前にはなってるんですけれども、これもすごく、面白いなと思って、今回ちょっとピックアップしました。繰り返しになるんですけれども、皆さんがその前に気づいて、毎回毎回頑張って、その名前を、打ってくださるのがすごく嬉しいです。いつもありがとうございます。
で、私は、Twitter とかも最近使ったんですけど、Twitter にもその名前を付けたし、自分のインスタとかにもその名前ちゃんと付けたし、SNS の中でちゃんとその自分がいただいた素敵な漢字名で統一していこうと思います。やはりこの漢字名に対しては特別な感謝を感じていますし、字自体もすごい気に入ってますし、あと私にしかないすごくユニークな名前なので、これからもこの名前を大切にしていきたいと思います。なんか区役所でこういう名前ってなんか通所として登録できたらいいんですね。ちょっと確認してみます。はい、今日もいっぱい喋りましたね。皆さん、今日の動画はいかがでしたでしょうか？もし気に入りましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。また楽しい動画を配信していきたいと思います。では、今日は最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。